皆さんご機嫌いかがでしょうか。百鬼夜行の第81回です。芭蕉の征夷。全体図はこのようになっています。それではこの部分を拡大して読んでいきましょう。これは芭蕉の芭という漢字を崩したものです。これは蕭。次は、征夷という漢字です。振り仮名は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。濁点がついていますので、ばと読んでください。次は、せ。これは、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。次は、の。そして、せ。次は、い。バセウォのせい、バショウのせいと読みます。本文です。これは、も。次は、ろ。これは、こ。次は、し。これは、にという漢字を崩したもので、にと呼びます。次は、て。もろこしにてと書いてあります。これは、芭蕉の芭ですね。次は、しょう。振り仮名は、先ほどと同じです。ものという漢字を崩したもので、はと読みます。濁点がついていますので、ばと読んでください。次は、せ。これは、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。次は、の。これは、せいという漢字を崩したものです。振り仮名は、せ。次が、い。これは、人。これは、とですね。次は、化けるという漢字を崩したものです。読み方は、け。次は、し。そして、てです。これは、ひらがなの「お」のように見えますが、右側の膨らんだ中に線があります。こういうものは、もの、という漢字を崩したものです。次は、語るという漢字を崩したものです。振り仮名は、も。次は、の。これは、可能の「可」という漢字を崩したもので、かと読みます。濁点がついていますので、がと読んでください。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、り。これは、せ。そして、しです。これは、こ。次は、と。これは、あ。次は、りです。次は、今という漢字を崩したものです。次は、の。これは、歌う、歌謡曲のようですね。これは右上と同じように、ものという漢字を崩したものです。振り仮名は、う。これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、ひ。
そしてもです。次はの。これは8という漢字を崩したもので、はと読みます。これはこ。次はれ。そして、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これはよです。次はり。これはて。次は作るという漢字を崩したものです。振り仮名はつ。そして、く。これは、れ。そして、るです。次は、と。これは、ぞ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。芭蕉の聖、もろこしにて、芭蕉の聖、人と化して物語せしこと、今の歌い物はこれによりて作れるとぞ。葉っぱが体になっています。と言いますか、葉っぱの妖怪でございます。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。